サミュエル・エウェン・ライトは、アメリカ南メソジスト教会の宣教師である。1857年にリノイ州、コロンバスの牧師の家庭に生まれる。セントルイス市ミズーリー学校に行き医師になる。1888年偶然雑誌で、大部中学校の英語教師募集の広告を見て、応募する。そして、1888年に大部中学校に入学する。 大分中学に勤務しながら、大分南メソジスト講義書を開設する。大分中学時代の教え子に、久木宮や夫らがいる。1890年に、神戸に転居する。そこで、パルモア学院の院長に就任。1890年から1896年に、かけて、関西学院神学部の教授を務め、仏教、神道、文学などを研究する。 あとに、関西学院普通学部の部長になる。1906年には米国に一時帰国する。1912年にキリスト教文学委員会の主管になるために再来日する。1923年に関東大震災に被災したキリスト教教文教会の再建に取り組む。1925年キリスト教教文教会を教文館と合併させる。そして、 教文館の主館になる。1933年に、米国に献金を募り、関係各機関と調整をして、教文館ビルを建設する。1938年に在日宣教師を辞め、米国に帰国する。1950年に、本国アメリカのオークランドの自宅で死去する。ありがとうございます。